東海トリックは中央競馬で2004年から2014年にかけて走っていた競争馬である。馬名の由来は冠名の東海と策略を意味するトリック。重賞の勝倉は2007年のダイヤモンドステークス、2010年の阪神大賞店、2012年のステイヤーズステークスの3つ。東海トリックの通算獲得賞金は5億5038万8千円に、 上り、場所である、内村正則の所有馬の中では東海帝王に次いで2位につけている。東海トリックは延べ20人の騎手を鞍上へ乗せてきた。最も騎乗回数が多いのは、芹沢純一の13回で、連帯率は46.15%、副賞率は53.85%を記録している。次いで、幸い秀明の12回。東海トリックは、海外遠征を除く。 中央競馬で、延べ61回出走しており、全て芝コースでありダートコースの競争経験はない。全61回の競争のうち、2401メートル以上の競争が、実に45回にも及ぶほどの、ステイヤーとしての実績がある。阪神大賞天と天皇賞には2006年から8年連続で、出走しており、この記録は JRA における。 同一重賞の最多出走記録、最多連続出走となっている。東海トリックの生涯における、走破距離は 175.1km に達した。2004年8月22日に、小倉の二歳新馬戦でデビューを迎え、1番人気に応えて解消した。続いて9月19日のノジキクステークスでは4番人気の6着に終わる。 2005年は3月5日の阪神競馬場を500万、下競争で指導、永新二遺産の5着に敗れる。以後負けが続いたが、5月21日の新潟競馬場、コケモモ、章で6戦目で2勝目を挙げ、続く6月25日の阪神競馬場、京橋特別で、さらに3勝目を挙げた。9月25日に、初の重賞挑戦となった。 第53回神戸新聞杯ではディープインパクトとの初対戦を迎えるも7番人気で7着という結果に終わった。その後10月29日に京都競馬場の比叡ステークスで4勝目を挙げた2006年3月19日の第54回阪神対象展でディープインパクトと再対戦を迎え東海トリックは逃げを打つも ディープインパクトに3馬身以上ちぎられ2着に収まった。さらには、初の GI 挑戦となった4月30日の、第133回天皇賞でもディープインパクトと対戦。他にも、リンカーンや、デルタブルース、ローゼンクロイツや、アイポッパーが出走する中、東海トリックの結果は5番人気の9着に終わった。12月2日に、第40回ステイヤーズステークスへ出走。東海トリックが、 ステイヤーズステークスへ挑戦する初めての競争となった。ファストタテヤマやチャクラが出走する中、2番人気に据えられたが、1番人気アイポッパーのサンバ審査に敗れた。2007年、初戦はオープン特別の万葉ステークス1番人気に支持されるも2着と敗れた。だが、2007年2月11日に行われた第57回ダイヤモンドステークスでは、 アドマイヤ富士など出走する中、一番人気の指示に応えて、解消、重傷初勝利を達成し、前年2006年3着の雪辱を果たした。続く3月18日の第55回阪神大賞典では3着に終わったが、このレースでの上がりサンハ波論のタイムが34秒0と出走メンバーの中で最速を記録し切れ味を見せた。ついで4月29日の 第135回天皇賞に出走、アイポッパー、名将サムソン、デルタブルース、マツリダゴホラが出走する中、4番人気に評価され、4角1 0番手から追い上げ3着表彰台入りを果たした。6月24日に、第48回宝塚記念に出走、ウオッカや、アドマイアムーン、ダイワメジャーや、コスモバルクラが顔を揃えたが、 18頭中14番人気で、ほとんど力量を評価されず、実際の競争も10番手付近の追走で急着入選と、見せ場なく人気通りの決着に終わった。12月1日に、第41回ステイヤーズステークスに挑戦、ネバブションや、アドマヤーモナーク、マキハタサイボーグが出走する中、マキハタサイボーグの4着に敗れる。2008年も1月5日の、万葉ステークスから始動。 一番人気に応えて勝利を収めた。その後勝てないレースが続いたが2010年の万葉ステークスでモンテクリス S を首差で振り切り2年ぶりの勝利を挙げた。5月4日に第137回天皇賞に挑戦。浅草キングス、アドマイアジュピタ、ドリームパスポードラが揃う14頭中9番人気に評価され競争では3番手から先行して入着を図るも アドマイア・ジュピタの7着に敗れた。5年連続での出走となった2010年の第141回天皇賞では6番人気の9着に敗れた。天皇賞後、2010年11月2日にメルボルンカップに挑戦するも12着に敗れた。2011年に入り、5月1日の第143回天皇賞に出走。トゥザグローリーやローズキングダム、 エーシンフラッシュが人気に押される中、18頭中18番人気と、全く評価されなかった。しかし、川田省宮の手により5着へ食い込んでみせる。勝ち星がなかなか上がらない状況にあったが、2012年のステイヤーズズテイクスで、約2年9ヶ月ぶりの重賞価値を上げる、10歳馬による JRA 平地重賞勝利は、朝香ディフィートが2008年に小倉大将天を制して、 以来、史上2投目となる、2013年も、万葉ステークスから始動10着に敗れた。その後は8年連続となる、阪神対賞天に、出走、5着になった。8年連続での出走となった、天皇賞では11着に終わった。秋は、例年通りアルゼンチン共和国売から始動し13着に、敗れたが、続く、ステイヤーズステークスでは3着になり、 長距離レースでの健在ぶりをアピールした。2014年、例年通り1月6日の万葉ステークスに出走するも4着に終わった。その後、長距離中に、これまでより重い小隅を発症したことにより、現役続行を断念して2月8日に競争場登録を抹消した。同馬の引退により、JRA に所属しているエルコンドルパサー3区は、競馬の舞台を去った。 東海トリックは誘導馬として、第二の馬まを歩むため、京都競馬場で調教を重ねていたが、引退からほどなくして二千十四年四月十六日に、京都競馬場内のサンシャインパドックにて放牧中に、右第一子骨粉細骨折を発症して、安楽死されることとなった。JRA 施設内の乗用馬が死亡した際に、公に向けて死亡した旨の発表を行うような、慣習はないものの、 東海トリックはファンが多い馬であった点を鑑みられ、オーナーの内村や野中級者の関係者から公に向けて発表することに対しての了解を得た後、4月24日、公式に東海トリックの死亡が伝えられた上記競争成績のうち、日本国外の競争成績は、レーシングポスト、レースレコードに基づく。他、日本における競争成績は、 netkeiba.com 東海トリックの競争成績に基づくありがとうございます。